迷いながらときめいた記憶は儚くて消えないで。生徒会の一座インターネットラジオ碧桜学園校内放送放課後編。こんばんは、生徒会の一座桜のクリーム役のマリモこと本田マリコです。こんばっばー、椎名みなつ役の鈴子と富樫みすずです。こんばっばー、椎名真冬役のユッキーこと堀中ゆきです。碧桜学園校内放送放課後編第25回が始まりました。はい、いやね、ちょっと最近ねジメジメしてきてですね、なんかちょっと梅雨に入ってきたのかなっていう感じなんだけれども、確かにね、やっぱ雨の日か、ね、雨はやだよね、ちょっと電車がさ遅れると心配になっちゃう、お仕事の時とか。じゃあ2人とも雨嫌いな感じ？ちょっと雨好きじゃないかな。でもなんか雨の音って結構落ち着いたりはする。そうなんだよ、ね、なんか、外にいて、傘とかささないといけない時は、本当に嫌なんだけど、嫌だよね、そう、人多いしさ、そうなの、なんかね、もわもわしてるしね、電車の中とか特にね、あるある。でも、家にいる時とかは、意外と好きな方かもしれない、いいよね。そうだね、家の中で、雨音聞きながら、読んだり、音楽聴いたり、いいね、雨の日の過ごし方ってやつだね、そう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 、なんか、この間さ、遊園地行ったじゃないですか。あ、行った行った。来ましたね。その日は、雨だったんだよ、予定では。予定ではね。そうなんだよね。でも、でも、まさかの、まさかの、大晴れ。びっくりするぐらい晴れたね。すごい晴れたよね、あれは。みんな半袖だったもんね。すごい暑かった。びっくりした。誰か、晴れ女がいたのかな？私じゃないと思う。すずは？わかんない、私雪女だけど。雪女なんだ！そう、北海道にいるときは、雪女。そっか、私なんかイベントとか行くと、結構途中から晴れたりとか、行くと晴れたりとかある。あったね。マリモチがモサちゃんだ。もしかしたら晴れ女かもしれない。かもしれない。そうかな。じゃあ雨の日はマリモチをレンタルします。レンタルレンタル商品お問い合わせください。ということでですね、碧桜学園校内放送放課後編第25回、早速このコーナーから行ってみましょう。今回の公約。この番組の公約は、皆さんから送られてきたキーワードを放送中のどこかで言うことです。果たして公約は達成できるのでしょうか。どうかな。ちなみにキーワードは封筒に入っていて、3人とも内容は知りません。せーの、ガチでーす。はい、それではですね、はい、今回はお当番を決めるためにノーマルじゃんけんをします。きた、ノーマルだよ。初心に帰るってやつだね。そうだよ。なんかね、地味に一番緊張するんだよね。誰が考えちゃう。私が予言してやろう。じゃあ、じゃあ行きましょうか。じゃあ、人がお当番です。じゃあ、じゃんけんちょい。勝った。私が勝ちました。ユッキー負けないんだから。まさまさか。じゃんけんちょい。あ、ちょっと嘘を。あ、私の予言。実はね、あのね、このね、ラジオの方通る前に、今日のノーマルじゃんけんは、すずが絶対、戻るよ、初心に帰るだからねって言ったの。いらっしゃいませ。はい、当たった。うわ、くそ、悔しい。そう、すごい悔しい。ね。いくよ。はい。2年3組、エターナル・フォース・ブリザードさんからいただきました。あ、かっこいい。すごいね。素敵ね。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の公約、武将に例えると織田信長だよね。そうだね。ね、としか言えないよね。そうよね。すごい。なんで私が今すいませんでしたって思ったんだろう。それすごい。来たか。に行こう。武将来たか。いいよ、戦国好きだからね。適情だね。じゃあ、改めて公約をお願いします。
私、椎名みなつ役の富樫みすずは、放送中に、武将に例えると、織田信長だよね。ということを、公約します。ここで皆さんからいただいたメールをご紹介いたします。はい、はい、じゃあまず私が読みますね、はい、どうぞ。1年は組ドケチマスターさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ケチなんだね、うん、モサッコさん、はい、すずさん、はい、ユッキーさん、はい、こんばっぱこんばっぱ、脳内メーカーで一世を風靡した某メーカーにごっこメーカーがありましたので、うんうん、勝手ながら生徒会の皆様の得意なごっこを調べてみました。へー、うん、本田真理子さん、はい、あ、これ最後にしよう。なんで富樫みすずさん、はい、セレブのパーティーごっこ、ほ、うん、あ、なんかザマスじゃんこれ、ね、ザマス、しかも結構やるよねやるよね。で、堀中ゆきさん、うん、浮気の現場ごっこ大丈夫？すごい、なんか真冬は見た、真冬じゃないか、そう、私は見た。で、本田真理子さん、はい、原始人ごっこ原始人ごっこ、あの楽しそうって今言ったけど、じゃあユキやる？私どうしよう、やってほしい、ちょっと違う、なんで？なんか追いかける、なんでこれ生徒会の皆様は子供の頃どんなごっこ遊びをしていましたか、うん、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、これすごい面白いよね。最初に読んだ時にさ、あ、何も違う。原始人ごっこ笑っちゃったよ。ちなみにどの辺？縄文。アウシュトラロピテクス？あ、なんかいたね。そんなの。なんかいたね、たくさん。クロマニョン人、ジャワ原人とか、クロマニョン人ぐらいになれば言葉までいかずとも日本人間にはなっているかもしれない、ね、確かにね。あ、よかったね、よかったねっていいね、いいね。え、子供の頃ってなんかごっこ遊びとかしたことある？ごっこ遊び、でもこんな浮気の現場ごっことかしたことないよ、うん、なんか現実的だよね、うん、現実的だね。なんかあった？私こう見えて、うん、ごっこ遊びすんごい好きだった。ほんと、ほんと、なんか、うん、いろんな、うん、いろんなヒーローになったよ。あ、ヒーロー系か。ヒーロー系もあるし、うん、その女の子の、あ、でも、うん、あれかな、戦う系が多かったかな。おー、鈴っぽい。いろんなとこ行った。戦う系か、うん、私がやったごっこ遊びは、うん、なんかこう円盤になんか乗り込むっていう勝手に設定を作って、うん、なんかこう宇宙に探検しに行く冒険家たちの物語みたいな、そのざっくりした感じ。そう、なんかこう木に登って、うん、私副船長とかやったりして、うんうん、今高度なんとかとか言いながら結構活発だね、それで完成度高い、いろいろやった、なんか楽しかった。あれ、そんなにあれだよ、普通におままごととかさ、リカちゃん人形とか、そっち、それもやった。本当、やったよ、リカちゃん人形、うん、いっぱいあるよ、ね、うん、ね、髪の毛とかしすぎてボサボサになっちゃう。なんかね、でもね、懐かしいね、子供の頃の遊び。でもこれはやるフラグじゃなかったんだ。やるフラグ、これはやったじゃん、原始人とかやったじゃん、マリモチ、え、黒マリオ人やってちょっと待って、いつやった、私やってなかったっけ、設定作っただけだったっけ、うん、まあいいや、あ、やりたかった、ごめんね、やりたそうだよ、私、じゃあ今度いろいろ見たかっただけ、こう、浅いのやだ、じゃあ今度ぜひとも、こそりやる、やりましょう、あの小芝居みたいな、みんなには秘密だぜ、放送しないぜありがとうございました。はい、続いては、うん、ラジオネーム犬になりてさんからいただきましたありがとうございます。なりたいんだね、メープルは可愛いからね、しょうがないね、はい、はい、みなさんこんばっぱこんばっぱ初投稿です。みなさんのお名前、本田真理子、富樫みすず、はい、堀中ゆきを携帯で書く機会が最近多くなったんですが、変換できない。うん。富樫さんは、うん、富樫も、みすずも普通に出るんだけど、うん、堀中さんはごめんなさい。
ユキが変換できなくていつも優先希望って出してこの優先の線と希望の棒望むを消してます、うんうん、機種にもよるんでしょうけど皆さんもありますよねね二度聞き二度聞きだ、うんね最後になりますが生徒会の一存という素晴らしい作品に出会えて本田さん、戸樫さん、堀中さんという素敵な声優&女の子を知ることができたのがとても幸せと感じています応援してます頑張ってくださいね僕もキー君を目指しますやめようそこなそれはやめようすごい今更なんだけどこれさ、うん、あの戸樫もみすずもちゃんと出て堀中さんはごめんなさいであの私変換されてないよねでもいやでもちゃんとここにさうん変換してないよねしてるよ変換しようよ変換忘れたよね私が変換する嘘本田ちゃんを変換すると、うん、本田は出るんだけど、うん、マリコが一発で私の携帯出ない出ない嘘出る私も出ない私の携帯出るよすごいなんだと本田マリコって出るよちゃんとなんだと嬉しいじゃねえか喜んだいやでも、うん、変換機能ってさ面白い面白いよ ねなんか見ちゃうたまにでさそれもって、うん、やったじゃんやったちょっと試しにやってみたんですよ、うん、そしたら、うん、私の面白かったやつが、うん、ああよ、うん、あいうえを、うん、でやったらあいいよ、うん、駅お願いいたします出れました文章になってるよちゃんと文章になってんねそう割と文章になってていい面白いそういい、ね、あともう一個が、うん、なんか大変超詰まりました的な戸樫どうしたのそれいいもう一回もう一回大変超詰まりました的な戸樫詰まっちゃったんだ助けてください誰か戸樫詰まってますでもね、面白かったよね。ユキは何だった？ユキは何だった？私、でも、うん、私のはあんまり文章になってなくて、唯一なってたのが、家業？うん、うん、家業、うん。帰り、今日ください、ケーキ。こそっていうあの、顔文字。顔文字。で、こそってこうなってるの。なんて可愛らしいの。帰り、今日ください、ケーキ。食べたいんだね。いい感じだった。大丈夫、どこからかケーキ送られてくるよ。こそっと言ったんだね。こそっと言ってる。そこが萌えポイントね。でも確かにこそって結構使ってるかも、ユッキー。うん、うん、そうかもしれない。壁から覗いてるのとか。うんうん、うんうん、あ、マリモッチは。こういうの使う。いいよね。私はね、ね、面白かったのが家業、同じ家業だった。家業、うんうん、どんな分だろう。かな、気持ちください。ください。これで。怖い。何だったんだろうね、これ。くださいが二度。そうなさい。わかんないの。ください。ください。怖いよ。かな、なんなん、かな狙われてる逃げて。逃げて、かな逃げて。はい、ね。面白かったね。はい、ね皆さんもね、変換してみてください。はい。ってことで、たくさんのメール、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではここで一曲聴いてもらいましょう。生徒会の一存、キャラクターファンディスク杉崎健より、トレジャー2010です。迷いながら、ときめいた記憶は儚くて、消えないで。ふわり空からあなたにだけ教えたいよ優しい風に乗せた想いをずっとずっと聞きたいあなたにだけ伝えたい言葉は運命の贈り物夕闇の色消えないように時の手痛い
お届けいたしましたのは、キャラクターファンディスク杉咲健よりトレジャー2010でした。壁王学園校内放送放課後編。なんか一休さんっぽい感じにしてみました。意味がわからない空気になっちゃいましたがすみません、このコーナーは皆さんからいただきましたお題を、3人で伝達ゲームします。がただ伝達するだけではつまらないということで、今回は私マリモがお題を粘土で立体化する、ユッキーがそれをもとに絵で表現、スズが答えるという方法で、まあいつものように伝達させていただきますにょろよ。それでは今回のお題はですね、ガサ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 届かない、ちょっと待ってね。うっかりだよ、お題が遠くにいたよ。はい、失礼します。伝達する生徒会の今日のお題は、ラジオネームわしに死ねというのかさんからいただきました。ありがとうございます。死ねとは言わない。今回の伝達、今回のお題ですか。細部さんがうんって言ったよ。どう表現するっつーの、粘土でだよ。頑張ろう、頑張りますとも、表現してみせますとも。では早速粘土で立体化してみましょう。おー、できましたと、ここで二人目、ユキ登場です。あー、こんにちは、こんにちは挨拶から。挨拶から。今日は、うん、ちょっと平面的な感じで。そうだよね、布がペターってしてる。どうだった？あれ？最初お題を見たときは、うん、今までで一番難しいと思ったけど、うん、でも、ある意味、うん、一番単純かもしれません。単純？わかった、うん。じゃあちゃんとパパッと、ひらめ、いきなり。ひらめきが大事かも。お、考えた。あんまり深く考えない方がいいかもしれません。了解です。それではいきます。せーの、じゃーん、こちらです。あ、取れた、なんか取れた。なんか、あ、でも、かわいい。取れました。いろいろ取れました。え、いろいろ？いや、え？大丈夫です。難しくない？これ、ストップウォッチだ。私の使ってるのと似てる気がしただけだった。今の反応が面白い。比べたらちょっと違った。本当ちょっと違った。でも女の子3人だよね、はい、頑張ろう。これを見て、うん、はい、じゃあユッキーに絵で表現してもらいましょう。できましたー。おーと、ここでスズちゃんも登場して3人になりましたよ。帰ってきました。おかえり、うん、ただいま。なんかね、今回、うん、あるキーワードを聞いてしまったのです。キーワード？言ったっけ。なんか今までとね、う、違うんだって。なんとかする、なんとかとか、うん、なんとかのなんとかっていうのはない。ないんだって今回は。え、その形容詞がない、ついてない。わかんないの。だから水を飲む鈴とか、そういうなんとかをするなんとかとかはない。ないんだって。何々。そう、何々っていう。だからさ、とりあえず粘土を模写した。はい。ちょっと
プチパニックです。私もね、あのユキの絵見ててね、プチパニック起こした。ユキユキユキって。だって若干ユキの目がいつもと違うもん。ね、パニック起こしてるよ。一生懸命ね、これ書いてもらえるかなって。本当。じゃあちょっと楽しみにしてるよ。はい、うん、それではですね、はいはい、早速私が描いた絵はこれです。はい、じゃん。はい、どう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 ？え、ちょっと待って。伝わるかしら。どうどう？どう？伝わる。あ！と思うんだけど。はーい。え？うん。確実に。うんうん。この三人。どうしたの？どうしたの？これを。うん。確実に。じゃあ、どうした？行ってみようかな。大丈夫？行ける？ちょっと待って、どっちにしようかな。まあいいや。今日は形容詞はありません。じゃあ、早速。すずちゃんにはどう伝わったのでしょうか。回答お願いします。壁王学園校内放送。正解です。すごーい。すごーい。やったー。すごーい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 。やったよ。すごい。今日いい。じゃあちょっとこれ見せてもらってもいい？いきます。じゃあ私が作った粘土はこちらです。じゃん。あー、なんかいいね。そう、なんかね、愛がたっぷりな感じがする。伝わる。これ伝わる。よかった。嬉しい。もう一個は何だったの？その最後の最後で迷ってた子は。そうだね。いや、同じなんだけど、うん、なんかニュアンス、あの放課後編とかなんかあるかなみたいなところがあっただけで、壁王学園校内放送かなとは思った。よかった。よかった。すごい。え、すごい。なんか、ちょっと。すごい。すごいよ。綺麗に決まったよ。綺麗に伝わるとこんなになんか、テンション上がる。なんだろう。すごい。気持ちいい。すごい。感動です。勝った感じだよね、何かに。はい。ということで、今回の伝達する生徒会は、すごかったでしょ。でしょ。続いては、こちらのコーナーです。このコーナー、生徒会ホワイトボードは、皆さんから議題を募集して、それについて3人で話し合うというコーナーです。はい。はい。しかも、5分間という制限時間付き、エンドノーカット。うん。ちなみに、誰のメールが採用されるかはこの場で抽選。なので、キーワードについての事前打ち合わせはできません。はい。で、前回は、聖徳太子はどんな性格か、でした。うんうんうん。うん、そうだったね。で、なぜか、負けず嫌いで、子供っぽい。でも、総括して、普通。なんでだろうね。なんで普通にしたっけ。偉い人だったのに。すごい人だったのに。ね、そして、うん、意外と、白色だったまりもち。あ、仲良かった。よく知ってたね。あ、うん、あれ？ひいずる的な、うん。そうそうそう。やるー。それほじてるわ。ひいずるてるダメだよ。鼻伸びるよ。鼻伸びる。それはまずいです。ポキッと折っちゃいましょう。はい。はい。それでは、今日もここに皆さんからいただいたメールが、四つ折りになって置いてあります。はい。あ、そっか、私か。はい。じゃあ、今回の、私が引きます。どうぞ。どうしようかな、じゃあ。じゃあ、今日真ん中から、君に決めた。決まられた。なんだろう。新しい返しだね。何かな。緊張するね。ねえ。よいしょ。よし。ほう。なんだ？どうぞ。1年 A 組。ん？はい。これは、水ね？水温？うんうん。ん？水根さん。あ、漢字で？うん。水に音と書いて、じゃあ水根さんにしようか。水根さんにしよう。うん、はい。水根さんからいただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の議題。学校の七不思議の4番目は何ですか？4番目？ 4 番目？なんで4番目？チョイス？なんで？学校の七不思議の4番目は何ですか？なんだろう。何の脈絡もない
これコーナーだけどさ、本当に何の脈絡もないお題出してきたね、うん、素晴らしい脈絡のなさだよね。いやでもあったね、七不思議。なんかえもうすごいの、なんか4ってさ一番さ、うん、悪いっていうと悪いわけじゃないけど、あ数字としてもちょっとさ、声は良くないよね。ね、いや怖いのかな。だから一番怖いのかな。どうしよう。え学校よくあるやつは、うん、花子さんとか、うん、怖い系だよね。あとなんだ、ベートーベンとか。あある。あの目が動く光るとかでしょ。あった。あと階段がとかだっけ、増えてる。あ十三階段とか。あそうだ。うん、あとは、うん、なんだろう。七不思議、なんか調理室とかにもありそうだよね。あありそう。あ、うん、あ、でも聞かないね、調理室ってないか、うん、あんまり。あったのは生徒会か。生徒会、生徒会あったあった、生徒会で調理室の七不思議あったよね。あったあったよね。2月が喋ってたんだよね、うん、確か。そう、刃物がガガガガガガって、怖かった、うん、あれ結構怖かったよね。怖かった。あでも学校とかじゃないもんね、あれ学校の、あれは旅館だったもんね。あ旅館だったけど、でも七不思議は学校の七不思議みたいな感じだったよ、うん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 、学校の七不思議ってことは怖い系に行く、面白い系とかでもありそうだね。あねえ面白いのにしようよ、まあ、不思議だよ、ねね、七不思議だよ。じゃあ不思議の面白い系で決める。うん、うん、だホラーにする必要はないんだ。なんか面白いのあるかな。七不思議、面白いの。自動販売機を押すと違う飲み物が出てくる。不思議。不思議。不思議だけど、とても小さい。とても小さい不思議。不思議。不思議。植木に、植木なぜか、喋、うん、るキノコが生えてくる。不思議。不思議。仲良くなりたい。不思議。どんな風に喋るの？僕はキノコだよ。僕はキノコとして生きてきたよ。今2個出たね。すごい、武将に例えると織田信長みたい。怖いよそれは。武将に例えると織田信長だよね今のね。僕は、うん、僕は織田信長がキノコだ。それも怖い。それはいいです。ダメか。どうしよう、うん、面白い方なんだね、うん、じゃあ面白い方はなんだろう、なんだろう、なんかすごいファンタジー色の強いものが今まで出てきてるけど、うんうん、案外普通な方がいいかな。普通な不思議あれは何、なんかさ、うん、あの怖いのと混ぜてさ、うん、深夜の学校の、うん、なんだっけ鏡姿見みたいな、あー怖い、うん、ところに、うん、でなんか自分が映るじゃん、うんうん、で、こうやってなんか変だなと思って、うん、触ったら二次元に行けるっていう。行きたーい。ちょっとそれいいね。それよくない。ある意味その4番目でしょ、あの4番目の七不思議、こっちの世界では死っていうことだよね。そうそうだ。いろんな意味で二次元の世界で生きていきますみたいな。やだよ。こっちの世界はいいです。いいの。もうなんかそうね、こっちの三次元はもう俺の中では死んだ。完了しちゃったよ。だからあれでしょ、うん、世の中的には動いてるし、多分本人も生きてはいるんだけど、そう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 、もう自分の中では二次元の中で生きてるんでしょ。二次元で三次元の俺は死んだ。いいな、その言葉。これからは二次元もらいました、いただきましたみたいな感じになってるけど、三次元の俺は死んだ。死んだ。あ、いい、二次元の世界の俺一本前。じゃあ四番目決まったから、うん、あと七つっていうか七個決めとく。あ、せっかくだし。せっかくだし、あと1分って今言ったけど。そうだね。じゃあもうパッパ決めちゃおう。うん。じゃあさっき言ってたさ、自販機が、あれ ?1。で、喋る織田信長が、キノコだよ。2。3。どうぞ、すずちゃん、3を。え ?3? うん。どうしよう、じゃあ、調理室。調理室の、あの、ナイフがガガガガガガって飛んできたかと思ったら、うん、なんか一品できてる。いいと思う、いいと思う、ね、いいと思う。であと 5?5 はどうしよう、うん、じゃあいけるよ、頑張れば、ドアを開ければ、うんうん、生徒会室ってあの看板出てたのに実は1年 B 組だったとか、看板がめちゃくちゃ、あの、あそこがね、そう。あ、6、6は、音楽室に行くとトレジャーが流れてる。7、7は、生徒会室に行けるぞ。そして、やったー。
れ、4が。4が。4霞んだよね。4霞んでないよ、ほら。4、2次元。2次元に行けるよ。行ける。2次元に行ける。どうぞ皆様、2次元の世界へ。結構な人が行くと思うよ。私もそう思う。すごかったね、今回も。はい、ということで、今回の会議はいかがでしたでしょうか、はい、うん、今回も、私たち、頑張りました。うん。壁王学園、校内放送、放課後編。ここで生徒会からのお知らせです。はい、はい、まずはテレビアニメーション生徒会の一存 DVD 発売情報。最終巻第6巻が発売されまして、全巻発売中です。うん、限定版通常版ともに2種類ありますので、お財布と相談してぜひぜひ全巻コンプリートしてください。はい、はい、お願いします。そして生徒会の一存 DJCD 壁王学園校内放送期末テスト編もただいま発売中です。うん、番組のコーナーが CD だけのスペシャルバージョン期末テストとして登場。打ち合わせなしのガチ試験に私たち3人が挑む完全取り下ろしの約70分。うん、テストの結果やいかに。そしてディスク2にはなんと放課後編の13回を MP3 で収録。いつでもどこでも生徒会メンバーのダメリが聞けちゃう大サービスディスクとなっています。はい、今回の DJCD も、ね、売り切れる可能性が大なので、まあ、はい、ぜひお早めにゲットしてください。そしてなんとここでビッグニュース、うん、なんだい。なんとですね、うんうん、DJCD のね、うん、第3弾か3弾かな、なななな、なんと夏頃発売されることが決定しました。わざとらしい。情報をくまなくチェックしてください。詳しくはウェブで。はい、そして生徒会メンバーのキャラクターファンディスク、桜のクリム、赤羽千鶴、椎名真冬、椎名美夏、杉崎健の各 CD がただいま好評発売中です。はい、はい、曲はもちろんドラマも入った豪華内容になっています。 CD のスリーブケースは5種類集めて組み合わせると生徒会室が再現できちゃうというファンにはたまらないものになっています。うん、ぜひぜひ集めてくださいね。ということで、あなたの周りを生徒会でドヒャーとさせましょうか。生徒会からのお知らせでした。ということで、壁王学園校内放送放課後編第25回、そろそろ終わりの時間になりました。はい、ね、今日はすごく綺麗に ね決まったね。嬉しい。すごい、やったよ。あ、なんだろう、あの私のさ、うん、答えた後のさ、うん、わっっていう、わかる、盛り上がりがすごい嬉しかった。そう、伝わったんだみたいな。そう、お題がね、お題だったから余計にだよね。うんうん、何よりびっくりしたのが、今までってお題そのまま言ったことないんだよ。うんうんうん、なんか同じ、うん、ね、そう、近いのとかだった。確かに。それがなんと今日は綺麗に決まりました。はい、なんか素敵なお題を、ありがとうございます。さてさて、今回の選ばれし者のみ手にすることが許された T シャツの当選者は、犬になりてーさん、わしに死ねというのかさん、エターナルフォースブリザードさんに決まりました。おめでとうございます。この3名様には後ほどスタッフから住所氏名をお伺いするメールが届きますので、しばらくお待ちくださいね。ということで、もしかしたら気がついてる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、この壁王学園校内放送放課後編、次回6月25日の放送が最終回になります。きたー、はい、で
しました。最終回来た。今までなんとかこういろいろありつつ終わるなーいみたいなことをいろいろやってきたけれども、はい、ついに、ね、最終回ですね。最終回が来ました、はい、寂しいけどね、うん、生徒会らしく最後まで賑やかに、うん、はい、ワイワイ来ましょう、行きましょう、はい、でなんかね、うん、このね台本に書いてあるんだけど、はい、なんか最終回は放送部は特に台本を作りませ ん, んで3人がプロデュースして番組を作ってくださいとのことで、どういうことなの、なにこれ、なにこれ、ざわざわ、なにこれ、本当に、なにこれ、いきなり何を作放送部は特に台本、私たちが作るってことえだよね。じゃあ自由にやるの、自由にやっていいってこと、いいね。でもどうする、この、うん、堂々としたこの丸投げが生徒会っぽくてとてもいいですね。最終回も、うん、がっつり私たちで、はい、楽しくおしゃべりしましょうよ。次回最終回の更新は6月25日金曜日の予定です。絶対忘れずに聞いてくださいね。それでは壁陽学園校内放送放課後編、お相手は桜のクリム役の本田真理子と椎名美奈津役の富樫美鈴と椎名真冬役の堀中由紀でした。というわけで本日の生徒会終了、バイバーイ。椎名美奈津役の富樫美鈴です。果たして私は今回の公約、武将に例えると織田信長だよねと言えたのでしょうか。聞いてみましょう。今2個出たね。すごい、武将に例えると織田信長みたい。怖いよそれは。武将に例えると織田信長だよね今のね。僕は、うん、僕は織田信長キノコだ。以上、鈴の公約のコーナーでした。自分で言った。